2024年9月8日に中国軍の軍用航空機の研究者として知られているアンドレアス・ルプレヒト氏が自身の公式 X において、ステルス戦闘機 J20 の改良型試作1号機の最初の鮮明な画像を公開し、改良型 J20 は2機の新型 WS-15 エンジンを搭載しているとのコメントを付け加えたよ。この新型ターボファンエンジン WS-15 は、第5世代ステルス戦闘機中国国内では第4世代とされているである J20 に搭載するために、中国の新洋発動機設計研究所606研究所と西安航空発動機公司が共同で開発を進めているとされ、1990年代初頭に開発が開始されたと言われているな。今回はそんな中国が新型軍用ジェットエンジンを公表した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、このターボエンジンだけど、2004年には最初のプロトタイプが完成したと伝えられ、2009年12月あたりからネット上でエンジンコアと見られる画像が散見されるようになり、2012年頃から地上試験の実施が開始されて性能が確認されたと言われていたが、2015年に地上試験において爆発事故も起こしたことが明らかにされていたんだ。その後、2023年3月に中国航空発動機集団 AECC 関係者が、WS-15 の量産が開始されたと語るなどの話が伝わったほか、同年の6月には WS-15 を搭載した J-20 の初飛行が成功したなどとも伝えられ、一部の西側軍事専門メディアなどでも WS-5 の小規模量産が開始されて J-20 戦闘機への搭載と飛行試験が進行中であると見られるとされていたのであるが、公式には量産が開始されたとの情報や、搭載された J-20 の配備が開始されたなどとする具体的な情報はないよ。WS-15 について所言などは不明な点が多く、これまでのところで明らかにされているのはエンジン形式がアフターバーナー付きターボファンであることのほか、エンジン本体は全長 5.05 メートル直径 1.02 メートルの大きさで、低圧3段、高圧6段軸流の圧縮機及びアニュラー型の燃焼機を持ち、タービンは高圧1段、低圧1段であることくらいで、水力についてはアフターバーナー未使用時で100ゴン、アフターバーナー使用時では180キロニュートン以上と推測され、タービン入り口温度は1850度で水力重量比が 9.7 から10.87 との情報もあるみたい。アフターバーナー使用時では180キロニュートン以上と推測され、タービン入り口温度は1850度で水力重量比が 9.7 から10.87 との情報もあるみたい。この伝わっている性能が本当であれば、防衛装備庁航空装備研究所と IHI が航空自衛隊の F2 戦闘機の後継となる次期戦闘機に搭載するとして、プロトタイプの開発に成功した新型国産エンジン XF9 の性能に匹敵するとされ、これが搭載された J20 はアフターバーナーなしでも超音速飛行が可能となるスーパークルーズ機能を持つエンジンであるらしい。中国航空工業集団公司が開発を進めている J20 中国名はホロ劇20型またはホロ20は、乗員1名全長 21.2 メートル全幅 13.01 メートル全高 4.69 メートル評されていて、ヨーロッパの戦闘機タイフーンやラファールなどに見られる前方のカナード翼と、後方のデルタ翼を組み合わせたクロースカップルドデルタ翼と呼ばれるスタイルで、カナード翼は翼面積 7.8 平方メートル、主翼は59平方メートルの面積とデルタ翼に近い形状であり、他の第5世代ステルス戦闘機との比較ではロシアのスホイ57やアメリカの F-22 よりも一回り大きいとされる機体に、双発エンジンが搭載されているな。中国人民解放空軍においては2017年3月から運用が開始されて実戦部隊への配備が始まっているとみられ、2024年4月には300機以上が生産されたとの情報が SNS などに挙げられたぜ。それら初期型の J20 のエンジンについては、試作初号機にロシア製のサプールン 117SAL41FHS ターボファンエンジン2機が搭載されているとの情報が出回り、試作2号機には中国が開発したターボファンエンジン WS10G が搭載されているとも言われるなど諸説あるね。航空専門家のビル・スイートマン氏などは2機の試作機の排気ノズルの形状が違っていることから、
1機は AL-31F が、もう1機には中国製の WS-10A が搭載されていたとしているほか、WS-15 が小規模ながら量産体制にあるとする情報からすでに J-20 に搭載されて飛行試験が進行中であるなど、情報が錯綜しているみたい。この2機の試作機については2021年9月に中国広東省樹海で開催された第13回中国国際航空宇宙博覧会の開幕初日に低空飛行で2機が並列してデモンストレーションを実施していて、その際に中国メディアによって J-20 が搭載していたエンジンが WS-10 の改良型が搭載されていると報道されており、わたま時報などの中国メディアはこぞって中国におけるジェット戦闘機開発の進化を称えた上で、J-20 が最新鋭ステルス戦闘機として成熟の域に近づいていると伝えていたよ。ただ、J-20 は中国初のステルス戦闘機とされているが、そのステルス性能について低い評価をする西側諸国の軍事専門家が多く、2016年当時にアメリカ空軍参謀総長であったゴールドファイン氏によると、J-20 のステルス性能はアメリカ空軍が2008年まで運用していた F-117A ナイトホークとほぼ同程度とされていて、J-20 のレーダー反射断面積 RCS は F-117 の RCS の数値 0.025 平方メートルとほぼ同程度であろうと推測されているぜ。これは、J-20 のステルス技術情報については2011年1月23日に、1999年のコソボ紛争で撃墜された F-117 の残骸からロシアなどがそのステルスの技術情報を収集し、中国にも流されて J-20 に使用されたと、紛争当時にクロアチア陸軍参謀総長だったドマゼット・ロソ氏が主張したことを各国メディアが報じたことが情報元とされたことに由来するな。ただしこの西側メディアの報道については中国のわたま時報はこれに反論して否定し、さらに当時のアメリカ国防総省報道官であったジェフ・モレル氏も記者会見において J-20 脅威論に懐疑的な見方を示し、F-117 のステルス技術を盗用したとする報道にも否定的な見解を示したらしい。アメリカの第5世代ステルス戦闘機である F-22 ラプターと F-35 ライトニング2における RCS 値を見ると、どちらも 0.005 平方メートルと公表されていて F-117 の5分の1と低くあり、J-20 が F-117 と同程度の RCS 値であるとするならば、アメリカと中国のステルス戦闘機におけるステルス性能の差は歴然との見方が広がっているね。また、デモンストレーション飛行を行った試作機のエンジン WS-10 の性能向上型が搭載されていたと見られているんだけど、この WS-10 は中国が1982年にアメリカから入手した CFM56 をベースとして開発されたものとされ、開発当初は空中でのエンジン水力制御装置など多くの問題を抱えており、中国国内の技術では解決が難しかったんだ。そこで中国はロシアのスホイ27フランカーに搭載され、自国で運用していた戦闘機にも搭載されていたサプールン AL-31F の信頼性の高さに着目し、この AL-31F に用いられていたロシアによる機械式制御装置などをコピーして問題解決を図ったと言われているよ。WS-10 の性能についてはまだ謎に包まれた部分が多く、信頼性などにおいて懐疑的な見方が出されているが、第13回中国国際航空宇宙博覧会で、中国空軍が J-20 に WS-10 を搭載したとして喧伝していることや、自軍で運用している J-11、J-15、J-16 などの戦闘機のエンジンを WS-10 に換装する作業を進めているとする情報もあることから、WS-10 の性能と信頼性は AL-31F から得た技術によって向上されたものとみられ、今回報じられたように WS-15 が実用化された可能性は十分に考えられるな。かつて中国空軍は今の北朝鮮空軍のように旧ソ連製の旧式戦闘機の運用によって成立していたのであるが、その中でも旧ソ連の航空機関連技術をコピーして習得してきたぜ。その後も毛沢東派による文化大革命などによって技術革新が一時大きく後退したものの、1977年頃に文化大革命が終結すると、解放政策に転換したことで旧ソ連のみならず欧米からも航空機や電子機器などを入手することが可能となって、遅れていた技術を取り戻したよね。
その後、1989年6月に発生した天安門事件によって欧米諸国からの武器輸入ができなくなったものの、1991年のソ連崩壊によってそれまでソ連が中国への輸出を避けていたスホイ27を購入できるようになり、さらにスホイ30やスホイ33などを購入して堂々とコピーすることで自国の航空機開発力を高めていったな。その結果として今や中国の航空機開発技術力はロシアやアメリカにも匹敵するほどになり、そのことは航空機開発技術だけにとどまらず、艦船や自動車などあらゆる分野において中国の技術力は異常なほどの成長を遂げており、西側諸国の軍事専門家の間では警鐘が鳴らされているってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。